竜田川錦織閣神田月しぐれの雨を立て抜きにして。この歌は竜田川に散り浮かんだもみじを錦に例えたのです。織閣は錦を織りかけるの意味で、もみじの散りしく様を例えています。神田月は陰暦10月のこと、しぐれの雨はもみじ紅葉を染めると言われています。しぐれの雨足を糸と見て、錦の緑から縦抜きと言ったのです。縦抜きは織物の縦糸のことです。もみじを錦に例え、しぐれの雨足を糸と見て、その雨足の縦糸でもみじの錦が竜田川の上に織りかけられるという一種です。